こんばんは。カミナの本棚へようこそ。管理人のカミナと申します。よろしくお願いします。早速今回なんですけれども、今回は堀さんと宮村くんという漫画についてお話ししていきたいなというふうに思います。こちらの作品なんですが、もともとウェブ連載でずっと、作者さんのホームページの方で更新されていた漫画でして、今も継続して更新がされている、結構長寿の多分10年以上もう連載してるのかなっていうような作品になってます。こちらが数年前に、リメイクという形で、そのウェブ漫画の作品を原作として、さらに漫画としてリメイクで、別の方が作画として入って、新しい作品として、堀宮という作品が、ガンガンの方で連載されてまして、それが今回アニメとして放映がされているので、結構ホットな作品になってます。今回僕が紹介したいのはこの原作の方の、堀さんと宮村くんという方の作品になりまして、実は僕このリメイクの堀宮の方は漫画の方を実は読んだことがなくて、今ちょうどアニメの方で楽しんでいるような形なので、そこについてはお話ができないんですけど、この大元の原作の方はずっと好きで読んでいた作品なので、こちらについてお話ししながら、ぜひその原作の方ももちろんですし、今やってるリメイクのアニメだったり、漫画の方っていうのも、楽しんでいただければなというふうに思っております。本当にこの堀宮という作品はですね、僕の高校時代を、もう全てと言っても過言ではないというか、青春は全て堀宮に学んだっていうことを言い切ってしまえるぐらい、自分にとってすごく大切な作品なので、あのところの熱量みたいなものもお伝えできたらいいのかなというふうに思いながら喋っております。で、この原作の堀さんと宮村くんっていう作品はですね、ウェブでずっと連載がされている作品なんですけれども、今も全部公開されている状態になってまして、1から最新話まで読めるような状態になってます。だいたい今500話から600話ぐらい全部であるのかな。一つの作品自体はだいたい5分もあれば読めてしまう短いもので、基本的に1話完結になっているので、すごく読みやすいんですけれども、それが600話近くあるので、かなり読み応えはあるというか、おそらく一周するだけでも結構時間がかかるんじゃないかなというふうに思います。それだけ、ボリュームがある作品なので、こういうおうち時間の、有り余っている方もいらっしゃると思うので、そういうタイミングでもすごくいい作品なのかなと思いますので、楽しんでいただけたらいいかなというふうに思います。まずは簡単に、この堀さんと宮村くんという作品のストーリーを、ご説明していければなというふうに思います。全体感としては、タイトルの通り、堀さんと宮村くんという、2人の、主人公たちを中心として展開される恋愛だとか、人間関係だとか、学生生活だとかっていうところを描いた青春群像劇という作品になってます。基本的には高校時代のストーリーを、中心に描かれるんですけれども、その中で高校の後のアフターストーリーだったりとか、逆に高校に入る前の過去の話だったりとか、主人公たちとかの親世代の話だったりとかって結構いろんな時間軸の話とかもあって、登場人物を通しで見れるっていう感じがすごくこの作品のいいところかなと思います。で、ストーリーなんですけど、暗くて冴えない主人公宮村くんと明るく社交的でみんなの人気者のヒロイン堀さん。こういった2人なんですけれども、実は、周囲には隠している顔というのがあります。宮村くんは実は暗くて冴えない感じなんですけど、耳にはピアスの穴がたくさん開いていて、体にはタトゥーが入っていて、でそれを周囲に見えないように隠しながら、ひっそりと暮らしていた。で、一方で堀さんは、学校ではメイクバッチリしっかり人気者で、みんなの憧れの存在みたいな、キャラクターなんですけれども、実は家では、家事をこなしたりだとか、弟の世話をしたりだとかっていうすごい家庭的な面があって、まあちょっとこう、いびつな二人になってます。この二人があることをきっかけに、こう、放課後の時間っていうのをこう一緒に過ごすようになります。まあこの堀さんがすごく家のことで忙しいので、まあその家のことっていうのを宮村くんがこう手伝いに来て、家事を手伝ったり、買い物に一緒に行ったり、あとは弟の世話をしたり、みたいなことで、こう二人の関係性が他の友達たちには見えない独自の関係性みたいなものが築かれていく。で、まあそこからもともとこう、まあ暗くて冴えない学校に馴染めていなかった宮村くんっていうのが、この学校では人気者の堀さんっていう人とこう関係性を築いたことによって、だんだんとこの宮村くんの立場も変わっていって、少しずつこう周囲に友達ができていったり、学校に馴染んでいって、こう、新しい宮村くんのこう学生生活っていうのがスタートしていくっていうのがこう全体的なストーリーになってます。こうその中で何でしょう、例えばこう青春のあるあるみたいなものが盛り込まれていたりだとか、もちろんこう友達関係、人間関係っていうものが描かれていたりだとか、恋愛の、ごたごたが、友達関係と恋愛関係の間でこう入り乱れていく微妙なこう関係性、青春みたいなところをなんか綺麗に描くんじゃなくて、すごくある意味リアルに、だけど嫌な感じじゃなくて、ほのぼのとしながらもリアルな側面をこう鋭角に切り出していくみたいな、すごくその塩梅が素晴らしい作品になってます。特にこう、まあキャラクターたちの葛藤だったり、まあ成長していく過程だったりとかっていうところも、まあすごくこう、うまく描かれていて、読んでいくうちに自分もそのキャラクターたちと一緒にこう成長していけるような感覚が得られる作品で、まあある意味こう学生時代に読んでおきたい作品で、僕はもう本当にその学生時代に読んでおいてよかったなと思う作品の一つかなというふうに思います。で、まあいろいろ本当に魅力のある作品なんですけど、今回は2つに魅力を絞ってご説明していきたいなというふうに思います。まず一つ目が、キャラクターがすごく魅力的に描かれているっていうところが、ポイントとしてあります。この作品の特徴として、すごくいろんなキャラクターたちが出てきます。もちろんその主人公たちを中心としたその周りの関係性ももちろんですし、兄弟関係だったりとか、家族、親とか派生していって、こう友達の彼女とかができてきたりとか、中学校の同級生が出てきたりとか、みたいな感じで、すごくこういろんな関係性がこう入り乱れて描かれているっていうのがあって、キャラクター数でいうとすごく結構多い方の作品かなというふうに思います。そのキャラクターたちどれもがこうある意味すごく魅力的に描かれていて、すごい多様なキャラクターが出てくるので、自分と何でしょう、馬が合うじゃないですけど、自分と感覚的に近いキャラクターだったりとか、あ、このキャラクターすごく共感できるなっていう、自分が共感できる部分を見つけられると、なんかそのキャラクターの成長を追っていけるというか、成長だったり、そのキャラクターのこう日常を追っていくことで、疑似体験できる自分の、考えとか自分の性格みたいなところもこうなんとなく俯瞰で見れるみたいなところがあって、そういうある意味こう共感性のある、作品っていうところも一つ魅力の大きいところかなというふうに思います。やっぱり、それっていうのはもう一重に作者さんのキャラクターへの愛情なのかなっていうふうに思っていて、キャラクターに深い理解がある。本当に短い話なんだけれども、で、もう本当にセリフ量もそんなに多くない作品なのに、そのセリフ一つ一つが、なんかそのキャラクターが間違いなく発しているであろう言葉になっていて、人間性がすごく出たセリフになっていて、物語になっているからこそ、すごくその魅力的なキャラクターたちっていうのに仕上がっていて、作品自体がキャラクターたちの成長だったり、こう日常っていうものにこう寄り添ったものになっている。なので、その物語を読むことで、こう自分とつなげて読んでいくことで、自分の日常と生活と悩みとリンクして、消化できる。なので読んでいく中でぜひこう自分の好きなキャラクターというか、あ、このキャラクターのこういう感覚わかるなみたいなところを見つけられるとより作品が楽しめるんじゃないかなというふうに思います。で、あと一番すごくやっぱりいいなと思うのが、根っから嫌なやつっていうのが一人も出てこないんですよ。基本的にトーンとして全体的にほのぼのな感じなんですけど、その中にちょっとしたシリアス展開も入ってきたりとか、ちょっと暗いお話が入ってきたりとかっていうアクセントがあったりはするんですが、嫌なやつが出てこない。で、例えばこう宮村くんが中学時代にその暗い冴えないやつっていうことで、ちょっといじめを受けていたっていうエピソードがあって、そのいじめていた当人も、出てくるんですけど、そのいじめていた当人も実はその宮村くんをいじめていたことに対して、なんとなくこう負い目を感じていて、宮村くんは宮村くんでこういじめられていたことを根に持ってるわけじゃなくて、むしろなんであの時仲良くできなかったんだろうっていうふうに思っていて、なんかその2人のこうちぐはぐなこう感じがこううまくこう溶け合っていって、少しずつこのいじめていた人といじめられていた人っていうのがこういつの間にか仲良くなって友達になっていくっていう過程が描かれていたりとかして、正直こう、いじめていた人を嫌なやつとして書いて終わってしまうことも全然できると思うんですけど、この作品でやりたいことっていうのはそうじゃなくて、それぞれ、ある意味いろんな事情があって、いろんな思いがあって、いろんな境遇があって、いろんな環境があって、その中でキャラクターたちがいろんな行動をしていって、その結果悲しむ人が出てしまったり、逆に幸せになる人が出ていったりっていうところ、いろんなこう、ある意味人生とか、その青春っていうものってそういうものだと思うんですよね。それをこう、すごくリアルに、綺麗に、丁寧に描いてるっていうところが、この作品のすごく魅力的で、だからこそこうキャラクターがすごくみんな魅力的になっているのかな。2つ目が、この作品は何よりも青春のバイブルになってるんですよ。何でしょう、学生生活におけるこう、あるあるだったりとか、悩みだったりとか、葛藤だったりとか、楽しいこと苦しいこともそうだし、幸せなことももちろんそうだし、うまくいかないこともそうだし、そういうこういろんなことがあってっていうのを教えてくれる作品になっています。実はこの作品の特徴として、結構恋愛関係がドロドロになってます。なんか友達の好きな人と付き合ったり、仲すごいいいんだけど、付き合うって何？っていう関係でずるずる続いちゃったり、あとは逆に振った相手となんとなく友達のまま過ごしちゃったり、恋愛だけじゃなくて、なんかくだらないことで喧嘩して、で、なんかそれを傍から友達に笑われて、で、なんかうだうだやってるうちにいつの間にか仲直りして、で、今度は逆になんかすげえくだらないことで、なんかバカ笑いしたり、ワイワイしたり、みたいな。なんかそういうこう、学生生活のキラキラした部分っていう見え方をしちゃうかもしれないんですけど、なんかそういうわけでもなくて、みんな何かしらの形で経験したことがあるところなのかなっていうふうに思っていて、例えば僕もすごい友達が多かったわけじゃないですけど、ごく少数のすげえ仲いい友達とワイワイしてた感覚とかがこの作品の中から感じられたりみたいな、自分の当時のことと照らし合わせて見える部分っていうのもすごいあるのかなと思って、ピンポイントのあるあるもそうですし、なんか雰囲気全体の雰囲気がこれあるなみたいな感じにその思えるっていうところもすごいこの作品の楽しめるポイントの一つかなというふうに思います。最後に、ちょっと僕の好きなエピソードを3つ紹介したいなと。本当にもうこれは選ぶのに苦労しまして、この3つのお話を聞いて興味を持っていただければ、この作品全体楽しめるのかなと思って、そんな感じでちょっと3つ紹介してみたいと思います。まず1つ目が、11話の泉少年というお話になります。これは宮村くんのある意味転換点を表すエピソードで、1話完結って言ったんですけど、もちろん全体の大まかなストーリーラインっていうのもあって、ある意味そのストーリーの、一番最初の点の部分になってくるお話になってます。宮村くんがある意味過去にいじめられていたことだったりとか、うまく学校に馴染めていなかったところから、堀さんっていう存在、あるいはその周囲の友達たちっていうところに拾い上げられて新しい生活を送り始めたっていうところで、それになんかあんまりまだ慣れてないんだけど、どうしたらいいのかわかんないんだけど、でも幸せだなって感じているみたいなところのモヤモヤを解消されるエピソードになっていて、宮村くんっていうキャラクターの不器用さだったりとか、その不器用さっていうものが逆に受け入れられて、初めて友達っていうものができた。新しい幸せな環境っていうものを手に入れたっていうのがすごく象徴されているエピソードで、なんかこれを読むとすごく宮村くんのことも好きになるし、他のキャラクターのことも好きになるお話で、この作品全体を象徴しているエピソードかなというふうに思うので、これは本当に11話なんで、ここまではもうバババって読んでいただいて、ここでなんかすごく気に入っていただけたら、その後もずっと読んでいけるのかなと思います。次が、73話の、パズルとピースというお話になります。これは、どっちかというとちょっと日常っぽい話で、男子3人と女子3人がそれぞれちょっと別々の席でファミレスにいて、それぞれが恋バナをし合っているみたいなお話なんですけど、話全体としてはたわいもない感じの話なんですけど、その中ですごい僕が印象的な、なんて言うんでしょう、表現というか、セリフがあって、堀さんがいて、宮村くんがいて、石川くんっていうまた別の子がいて、石川くんがもともと堀さんのことが好きだったんだけど、堀さんに振られちゃった。堀さんと宮村くんが付き合い始めました。で、石川くんが余っちゃいました。で、もう一人、堀さんと仲良かった吉川さんっていう人がいました。で、なんかだったら、こことここがもう付き合っちゃうんでしょみたいな話をしてるんですよ。この石川くんと吉川さんっていうのは、付き合う付き合わない、よくわかんないみたいな関係がずっと続いてる二人で、周りに揶揄されるみたいなエピソードなんですけど、なんかその中で堀さんがいて宮村くんがいて、ここが付き合ってここが振られちゃったからこっちと付き合ってみたいな、そんなのなんかパズルみたいじゃんみたいなことを言うんですよ。吉川さんが。これがすごいなんか僕はなんか個人的に印象に残ってて、本当パズルみたいだなって思うんですよ。なんか青春の恋愛っていうものを、すごく如実に表している言葉、お話だなと思って、なんか別になんか全体のストーリーとかには絡んでこないし、なんかすごく物語としてすごいなんかめっちゃいい面白い感動するエピソードですみたいな感じじゃないんですけど、なんか心に残っているエピソードだったのでちょっと一つ紹介してみました。次が、これが最後なんですけど、132話から137話っていうところのエピソードになります。これが、井浦くんっていう、クラスメートの子が主人公の話なんですけど、僕はもう、井浦くんが本当に大好きですね。さっきのところで自分と重ね合わせられる、キャラクターを見つけると楽しめるっていうお話をしたと思うんですけど、まさにこの井浦くんが僕にとっては、なんか、重ね合う部分があるキャラクターだなっていうふうに思っていて、この井浦くんはなんかすごい普段はおちゃらけ者でみんなを盛り立てるムードメーカーみたいな感じなんですよね。悩みとかもなさそうでいつもワタワタしてるねみたいなキャラクターなんですけど、その井浦くんの妹が受験をするっていう感じになって、でただ受験をするんだけどなかなか学力が足りてない。それを井浦くんが心配して、妹のためにいろんな手伝いをしたりとか応援をして妹を受験まで送り出すっていう話なんですけど、普段はおちゃらけてるのに実は裏ではいろんなことを考えていて、妹のことをすごい思ってそういう手助けをしたりだとか、悩みもなくおちゃらけてるだけみたいに見えてる人ほどなんかある意味人に気を使ってたりとかってすることもあるよねみたいな、自分もなんかちょっとそういう面もあったりしたところがあったので、なんか友達にいいやつって思われたくないっていうか、いいやつだね、優しいやつだねみたいに言われたくない、ちょっとおちゃらけちゃう、照れちゃうみたいなところがずっとあったので、なんかゆうやくんの感じがすごいわかるなって思って共感する部分がありました。だからゆうやくんのその不器用さと、その不器用なりに妹を応援していく姿勢みたいなところが描かれているこの物語はすごい印象に残っていて、この妹とゆうらくんの関係性、妹も普段はうるさい嫌なお兄ちゃんだなみたいなことを言ってるんだけど、実は心の奥底では信頼していて、だからこそ素直に応援してもらって自分も頑張れるみたいな、この関係性もすごい絶妙で、そのあたりもぜひ実際に読んで感じ取っていただきたいなというふうに思います。この物語の最後もすごくなんかいい終わり方をしていて、このお話を読むとその後、いろんな要所要所でゆうらくんが出てくるんですけど、なんかすごい、あ、こいついいやつだなっていう感じがより楽しめる感じがしました。そんな感じで今回はですね、堀さんと宮村くんという作品を紹介してみました。冒頭にも言ったんですけど、今リメイク作品の「堀宮」という作品の、アニメがやっておりますので、ぜひそちらも楽しんでいただきたいなと思いつつ、500話600話ある、この堀さんと宮村くんも読んでみてほしいなというふうに思います。この作者さんの、ホームページには他にも短編だったりとか、多分何十作品ってあるので、その短編の方にもぜひ読んでいただきたいなというふうに思います。あと最近新しい、新連載もそのサイトの方で始まってて、それもすごく面白いので、もう本当に、楽しむものがいっぱいありますので、ぜひこの、読解アヘンというサイトですね。これもぜひチェックしてみてください。そんな感じで今日の動画はこの辺りにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかでお会いしましょう。さようなら。